一段の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃はあの男も貼り付けにかかっているよ。はあ、その男、その男のために、私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げ、メロス遅れてはならぬ愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。 風なんかはどうでもいいメロスは今はほとんど全裸体であった呼吸もできず二度三度口から血が噴き出た見えるはるか向こうに小さくシラクスの位置の灯籠が見える灯籠は夕日を受けてキラキラ光っているあメロス様 埋めくような声が風とともに聞こえた。誰だメロスは走りながら訪ねた。フイロストラソスでございます。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い石工もメロスの後について走りながら叫んだ。もうだめでございます。無駄でございます。走るのはやめてください。もうあの方をお助けになることはできません。 いやまだ日は沈まぬちょうど今あの方が死刑になるところですあああなたは遅かったお恨み申しますほんの少しもうちょっとでも早かったならいやまだ日は沈まぬメロスは胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかりを見つめていた走るより他はない やめてください走るのはやめてください今はご自分のお命が大事です。あの方はあなたを信じておりました。刑状に引き出されても平気でいました。王様が散々あの方をからかっても、メロスは来ますとだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから走るのだ信じられているから走るのだ 間に合う間に合わぬは問題ではないのだ。人の命も問題ではないのだ。私は、なんだかもっと恐ろしくて大きいもののために走っているのだ。ついて来いフィロストラトス